では小野さんお願いいたします。はい、発表します。合格者は宮本武久さんです。宮本さん、おめでとうございます。歌ってる時にピッチとかリズム感とかそんなこと以前に、あの宮本さんのなんていうんですか、そのひょうひょうとした独自のスタイルというか、そういうのがなんかこう大物感がある感じがしました。なんかあんまり何にも動じない感じですか？本当はそう言いたいんですけど、緊張は多分30年生きてきて一番しました。あ、宮本武久さん、おめでとうございます。二次予選最後の合格者の発表です。大沢さん、お願いいたします。はい、合格者は音波めぐみさん、おめでとうございます。音波さん、おめでとうございます。なんか今日は僕は正直一番かっこいいパフォーマンスだったんじゃないかなと思うんですよね。歌の題が、そのキャラクター云々っていうこと全く関係なく、僕は普通に入ってきたし、いい歌を聴かしたいとか感動させたいとか、なんかいろんな、パフォーマンスの種類があると思うんですけど、単純にあ、この子かっこいいなって僕は思いました。はい、ありがとうございます。かっこよかったです。はい、音波めぐみさん、おめでとうございます。自分を出すってこんなに難しいんだなってすごい思いました。あんなすごい審査員の方々の前で歌えたことがすごい嬉しいし、すごいピアノの方ともできたし、また今後頑張りたいなと思います。まあ今出し切れるのがこれだと思えば後悔ないです。気持ちは全部伝えました。なんかね、体調のせいなのか本気っていう部分で、なんかすごく考えさせられる機会じゃない、はい、でもポジティブの方に音楽をやってる自分で出直せたら最高だなって思います。そして次週、いよいよトップ8による決勝ラウンドスタート。運命のシーズンフィナーレへ進むことができるのは、